かっていうのは、うん、僕が行ってから全部始めてましたね。はい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 。まだそういう会社もあるんだっていう感じにして。うん、なるほどね。うん、それは成果出たの、それ。成果はそこそこ出てたと思います。うん、最終的に見るまで僕も会社にいなかったんで、半年間。なんでそんな短くやった転職しようと思ったの、決め手は。理由2つあって、うん、実は同時に今の会社も受けてて。ああ、なるほどね。ただ今の会社からの連絡がなかなか来なかったので、その2社目の会社が先に内定出た。はいはいはい。あと転職の場合は新卒とは違うんで、うん、そこに決めなきゃいけないってのもあって、うん、まあ別にいいかなと思ってた会社なんで、そこに決めたっていう。その、なるほど。その後連絡来た。時的な問題。はいはい、はい、でただそこで働いた時に、はい、結構遅れて、うん、今の会社から連絡が来て。なるほど。で話進んでたと同時に、まあ、さっき言ったようなそういう、まあ、雰囲気の問題っていうか仕事の問題でちょっと難しいなとか思ったりとかっていうのがあったんで、うん、はい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 、まあもしもともとそっちの会社に出会ってみたい、会社とか業界ですね、医療の業界ちょっと興味あったんで、うん、そっちでやってみたいっていうのがあったっていうのがあるのと、うん、まあ、これは編集をお任せしますけど、社長に嫌われたっていうのが実質僕だからクビになったんですよね。あの、受かってたから別に痛くも痒くもなかったんですけど、はい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 、出張を僕が入ってからそういう大学にやっていくっていうので、うんうん、出張させてもらうようになって、はい、結構やっぱり行ったんですよ、はい、で出張の費用がやっぱそういう100人規模の会社だと社長のなんかこう仲のいいおばさんが総務と経理やってて、はいはいはい、で10万とか15万円ぐらいの出張の立て替えた費用が、うんうん、なかなか返ってこない、はいはいはい、でいつになるんですかって結構強めに、はい、退職したらお金なかったし、うん、社長にその総務のおばさんが、うん、あいつなんかすごいでかしてきて鬱陶しいみたいな感じで言って、うん、次の日から辞令出て倉庫管理職ってあの部品を100個とか1000個数えてここに出るっていう仕事を9時5時までやらされて、はいはい、ああ、そういうリアルな話いいね、いいね。いや、これ言わない方がいいと思います。いや、これ言った方がいいと俺思うけどね。だってね、いや、これは、まあ、ここまで、なんていうのかな、極端な話になるのは、やっぱり100人規模の小さな会社で、まあ、社長がワンマンで、という場合に、の、まあ、極端な例だけど、でもね、でもやっぱりあのメーカーっていうその日本の国内ないしのメーカーで、まあ、若干こう閉鎖的だったりとかね、